ザ・ライブレポート。今日も メロディーを作ってる。あの日に見てた人の笑み、あの日に知ったぬくもり、あの日が散歩してた君に出会った小さなバッグを連れて、夢の続きはどこの世界だ、僕はどこかいつか中から出てきた一枚の宛名のない手紙、何年前のものだろう、差出人は私の名前、何気なくすれ違うと決めがった、そんな瞬間がたまんなく嬉しくて、好きです、と彼に言いたくて、時を無駄から手紙に書いて、あの日に渡そうと校舎の前で待ってた、そんな勇気どこにもなくて、話しかける自信なんてなくて、なくて、そんなに不自由ない生活を淡々と送っていた僕らの日常は、まるで砂時計を逆さにしたような時の流れに、
た風が吹く窓の向こうで僕らは茜空にそっと手を伸ばした。しかも会えないことわかってる。それでも僕はあなたに伝えたいことがあるんだ。僕は生きてる。生まれた。